おはようございます。マサ46494です。今回はパワープロのスタジアム、ちなみにリーグレベル5に上がりました。で、最初の方だと、なんか、まあ小さいっていうか、低い点数でも、結構順位が上の方にあるんで、とりあえず一回、久しぶりにやってみようかなと思います。最高レベル6まで行ったのかな、リーグ。あと適当にフラフラやってたんだけど。とりあえず。あと、あれだよね。なんか表示が変わったよね。昇格ラインの順位とか明確に出るようになったから、わかりやすくなったよね。目安というか、この点数出せば、上がるみたいな。通信？マジか。超曲がってきた。うわっ。まあ今分かったんだけど、今途中で。あ、高速スライダーだって。やられたし。まあ、あれは打ってねえよ。ツーシームだったな、最初の狙いの。それが打てなかった。きれい。よし。あとサクセス選手はもうそろそろ作り出そうかなと思ってます。第2球投げました。高速スライダーボールカウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。知ってた今の通信絶対ここ。あ、マジで？ゲツゲツ。ナイス。こっちの方が美味しい。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。さらに、また笑顔。そして、またゲッツーが美味しいやつだよ。よし。オッケー。最初の三振が痛いな。あれホームランだったらほぼ完璧だったよ。俺の操作する範囲内では。とりあえず24万ポイント。これは多分ダメだな。昇格圏内では。あ、てか最初の方は昇格圏内だけどって感じだね。とりあえず一発目やってここになりました。まあ次やるときは多分ギリギリの日曜日とか土曜日にもう一回やりたいと思います。はい、ということで久しぶりのスタジアム昇格への道的な動画でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。